明日。お願いします。おりこんにちは、松本です。ジョンズのゆうです。MKKR プラクティック店長の高橋です。どうぞよろしくお願いします。王子です。いや、もうご来訪もお手伝いあれ。いえいえ、こちらこそ、こちらこそ。いや、でも本当来たかったんですよ。いや、もう本当ね。今回はコラボ的な感じで。まあ、そうですね。本当に、まあ、初回は高橋店長がコギットしていただくと。あの TBS を本当に受けられる。楽しみでしょ。一ファンですね。いや、もう羨ましくてしょうがない。欲しいんですよね、下田さん。いいなーって。毎回いいなーって思いながら。今日はね、高橋店長。はい。ちょっと、ボキッと。ボキッと。ボカボキッと。はい、よろしくお願いします。ザクッと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、行ってみよう。松尾田道中記。何のボロボロとか、やってみたいですよね。いやでもやっぱ治療科ってやっぱ体ボロボロっすよ。一緒にしないでくださいって今いっぱいチャットが入ってます。あ、いやいや。一緒にしないで。楽しみです。あ、うん、すごい。すごい、これ本当に。これは楽しみだな。どうなるものか。どうなるものか。そうですね。クリアポなんですね。おお。え？結構ガタガタしてるっすね。これすごいっすね。すごいっすか。はい。この真ん中のこのグラフが右と左の左右の差になるんですけれども。これを見やすくするとこんな感じで、あら、上から下までまんべんなく悪いですね。お恥ずかしい。いやいやいや、お恥ずかしい。必ずしも色が出てる方が悪いっていうわけではないんですけれども、レッドが出てないですよね。うん、レッドが一番悪いですね。そうなんですよ。まあ左右差としてはですね、これがまあいわゆる模範解答というか、こんな感じであってほしいなみたいな。左右差としてはですね、それに対してだいぶ王子のペンセルがだいぶカラフルになっちゃってるっていうね、そうっていう状態で、そしてもう一つのこのさっきのこの絶対値見た時にギューッと絞られてきちゃってるから、こっちにペンセルってやっぱ巡り悪くなっちゃってるなっていうのがありますので、まあちょっとそれらも踏まえた上でですね、させていただきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。わどうぞ。何でよ。松尾田道中記。ベルトだけ外してもらいます。顔だけ右を向きましょうか。前を向いてください。で次左側を向いてください。めちゃめちゃ動き悪くないですか。あ、首は悪いです。昔から。いつで寝るからです。昔からです。今日しか王子に考え言えないから。なるほど。もうこのチャンスでいっぱい言っとかないと。もうちの動画のチャット欄で山ほど言う。そこまで足踏みしましょう。腰反ってるし、腰曲がってるし、背中ねじれてるし、首固まってるし、なかなか素敵な状態です。そしたらどうぞこっち側の方でうつ伏せになりましょう。だいぶ今言われてる。ちょっと背中緩めてみますね。はい。されててどうしても辛かったら教えてください。辛いっす。人の体を良くしてしまっている分、こうね、ご自身の体にそれが跳ね返ってきてるんですよね。お疲れ様です。ありがとうございます。おじ、辛いですか。辛い。店長、辛いらしいです。辛いです。了解しております。大丈夫です。大丈夫そうです。王子、顔上げれます少し。前に。前です。前に。OK です。ちょっと待ってくださいね。3秒。OK です。ありがとうございます。すごい。松尾田道中記。結構悪いですね、本当に。じゃあ、もう一回。こんな硬くなるまで治療されちゃうんですよ。本当に、それはもうねぎらってあげないといけないですから。あ、すいません。本当ですいません。あ、もうね、あ、全然緩めてくれない。あ、はい。くそくそくそ。なんか、なるほど。そうか、
実は店長その分重い針が来ますから。あ、そっか。恐らく。いや、まあ、倍返しだ。いやー、なるほど。倍になって書いてる。あ、痛い。じゃあその前に沈めておかなくちゃ。沈む。松尾田道中記。こちらライブ配信です。ああ、どうも。あ、間違いなく働きすぎですね。当時は。椅子で寝るし。お前も椅子で寝るのお前。家にやった。それは家にやった。まあね、でも椅子で寝るでもね、ちゃんと寝ればいいですよね。今日みたいにね、2時間も寝坊して。そうですね。2時間も仕事して。ね、2時間寝坊してきましたこんなのが。いやー。お待ちかなさんよ。見てる方々寝坊してきますけど、うちのチャンネルを見てもらってる方は分かると思うんですけど、大体寝坊してくるんですよ。剣道の稽古も半分ぐらい寝坊してくる。そうですよ。いやー、いった。大事ですね、本当にすみませんね。ここをこうやってこうされるとすごく痛いんですよ。おーい、お疲れ様です。全然緩めてくれない。あんましないやつですね、それ、うん、あここをこう動かすから割っていくんですよ。あその間が硬くなっちゃってるんで、はい、足をされてる時のですね、高橋店長のお腹が気持ちよかった。お腹込みね。お腹込み。松尾田道中記。雨の方ですか、店長。雨と道の。そうですね、雨だけど中にこう虫がちょっと雨だけど虫が入ってる。中に虫が。店長、TBS お願いしますとか言われることありますか。お願いしますとは言われないですけど、TBS、TBS みたいな感じのことを言われたりはしますね。今ここで、今多分ここでこうエフェクト出てるんだみたいな感じで。そういうね、ロールプレイを楽しまれてらっしゃる。ロールプレイ。もう見てて羨ましいですね。TBS ですか。文字、今2つほど決めました。あら決定事項なんですね。はい、もう決めました。拒否権はありません。なんかちょっとなんかこうこっち側からちょっと聞こえてきた感じでなんかかっこよさそうな感じですよ。そうでしょ。でしょ。なんかすごいあるな感じ。ちょっと今僕それどころじゃない。痛そうですね。痛いですね。いや痛そうですね。いやこっちから見てて真っ赤かなってるんですよ顔。耳と首にあたりが。顔よりだいぶ痛い。だいぶ痛いですよね。ね本当。そして本当に。緩めてくれない。いやもうそうなんですよ。動画で見たより痛いらしいですよ。いや動画で見たより痛かったと。動画で見たより痛かった。いや。そんなネタを言うときはゴードンさんの話を最初からしないといけなくなる。ゴードンさんもね、松本コース作ってくれるかね。なんかね、お願いします。ユッケとご飯とのセットとかね。お願いします。さあガーリックトーストお願いします。炭水化物だらけ。松尾田道中記。だいぶ硬いですけど。はい、固まってます。しかもなんかちょっといびつの固まり方してるんです。ほう、はい、強敵パターン、うん、なんか変な固まり方ですね。側はやばいのに中ちょっと硬かったりそうでないところがあったりなんか変な感じです。なんでですかね。なんででしょうか。多分椅子のせいじゃない。やめたらいいの。なんで椅子で寝るんですか。椅子で寝ると寝坊しないんですよ。寝坊しないんだったんですけどね。二階堂さんはいつで寝て寝坊しますか。布団で寝ると寝坊しちゃうんですよ。分かる。気持ちは分かる。松尾田道中記。店長観察は2回目こっちは可動性がないの、ね、骨のプロフェッショナルと壺のプロフェッショナルですから、ね、やばい。それもバチバチだわ。バチバチ相入れぬ。相入れないことはないです。相入れないことはないよ。でも確かにね、整体で骨格を整えて、はい、体を整えて水玉と針で全部を流すってすごい理想的な流れですね。理想的だね。いい感じだと思いますね。ね、ぜひお願いしたいですね。ね、お願いしたいんですが。というわけで、はい、行きましょうか。
もうなんか顔がもう疲れと顔がそこそこ疲れと軽く顎下の方引いてください。そう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 、まず一つマイコンの反対側を軽く顎下の方に引いてください、ね、こっちの方ここに来たマイコンで立ち上がりましょう。悪くですね。まずこれで腰が伸びてくれるんですよ。どうですか、腰。でも腰は本当楽な感じはあります。ただ痛かった。腰がね、めちゃくちゃ痛いんですよね。大きく吸って吐いて、そうそうそう、バランス力抜いて後ろの方に寄りかかって、後ろの方に寄りかかって、ここに下なんとします。強烈でしたね。強烈。弱気しみて、ここに下吐いて下ろします。いい音。えって何て言います。ちょっと重いですね。痛いですか。痛いですよ。大きいですね。はい、高橋ブレイクショット。大きく吸って、はい、高橋ブレイクショット。ドラーンと力を抜いて、ここに割る。ここ通ってくるんですよ。あんま痛くない。これでだいぶ回れるんだと思います。おー、さあ、これで立ち上がりましょう。顔だけ右を向いてくださいね。うん、前を向いて、次左側を向いて、うん、大きく前を向いてください。OK。 はい、これ、あ、今まで結構ちょっと上がったんだ。上がるようになっちゃった。あ、いやいや、上がるようになっちゃった。で、君ちょっと上がっちゃったな。痛くない、また。あれ、ピッてしたら。そうですね。痛くないのか。ないですね。これ大丈夫。残念。一番残念そうなこと。松尾多動地域。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。予想以上に悪かった感じですか。いや、まあでも予想以上に多分悪いだろうなとは思ってたんで。はいはい、でもやっぱそれを超えて悪かった。超えて。ずっとここで言うわけですよ。あれ、え、硬い。そうなんですよ。ささやくんですよ。ウィスパーボイスで。あれ動画じゃやっぱ。わかんないですね。そうなんです。実際受けないとあれ。それはそうですね。でもすごい本当、特に上半身が軽くなりました。ああ、ね、本当に骨と骨との隙間が潰れすぎなんですよね。骨と骨との間ってクッション、あの椎間板あるんですよ。あれがもうギャッてこう潰れて、縮んで固まっちゃってる状態。でも大体それで動けなくなっちゃって、で、そこの関節がブロックされて動かない。で、それで硬くなった筋肉や組織とかは神経圧迫しちゃって、命令もおかしくなる。なるほど。だそれをこう、ぶち抜いてあげた。無事に投げた。無事に投げた。なかなか自分の体は分かんないですもんね。そうですね。治療家は意外と、ね、そうです。何より普段受けてない刺激を、ね、受けられたから、ね、逆にそれでこうなんかスッキリした感じもあるので。それもあります、うん、最初の冒頭のあれはだいぶきつかったですけど、ね、それはね、みんな通る道です。あれも硬かったんで、ね、しっかりとやってさせていただきました。ありがとうございます。いやいや、それはね、初見料なしでも5,500円で、はい、やばい、見たと言ってもらいたい。スムーズに、はい、スムーズにありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。初見料2,000円サービス。はい、はい、よろしくお願いします。よかったです。
説明欄にね、両方貼っておきます。神田さんも MK さんも全部貼っておきますので、ぜひお近くの方行ってみてください。はい、はい、チャンネル登録お願いします。お願いします。まさかのムンバイ。振り向けばガンジス。鳴らしていますか、首がおかしい時に。鳴らしていますか、腰痛で困った時。それは初めての愛のボキボキでした。 MK カイロ。なんか言ってましたよ、なんかいろいろ。いや、プリンスの夜明けですよ。全くイメージが分かんない。プリンスのニードルオブなんとかとか考えたけど、ちょっとさすがに中二っぽいでしょ。キスオブザドラゴンはどうですか。キスオブザドラゴン、ツボなんでしょ。キスオブザドラゴンってツボ。このツボがなんかキスオブザドラゴンって言ってたよね。ジェットリーの映画ありましたよね。かっこいい。キスオブザドラゴン。あんまハリウッド、あんまり使っちゃう。ニードルキス。